寝なさい。見つけたわ。この子たちはモーロックスって言って、頭の骨が成長し続ける魔物なの。骨が目を覆った状態だと危ないから。こんな岩みたいに硬い骨、私に砕けますかね。目の周りは薄いから叩いてあげれば、ね。もうダメ、クッションを用意してるでしょ。柔らかいものが新鮮で引かれるみたいなの。くそ、俺だって柔らかいものが好きなのに。あの牛。